岩手県平泉のユネスコ世界遺産登録については、今年登録延期という結論になったんですけれども、これは平泉の価値が世界遺産に足りないということではなくて、その説明の論理構成について合意を見なかったということと理解しておりまして、多くの専門家が合意できるような説明の仕方を新しく工夫して3年後の登録を目指して再出発しているところです。非常に大きい問題っていうのが、その文化的景観っていう、という、まあ、一つの考え方っていうんですか、平泉の場合はその資産すべてをもってその文化的景観という考え方で説明したわけなんですけれども、やはりそこら辺がですね、理解していただけなかった部分でしたね。今回の指摘の中では平泉のその仏教文化のその遺産というのは浄土思想だけではくくることができない、平泉というのをですね、もっと上手に分かりやすく説明してもらえないかということがやっぱりありました。ですからその辺をですね、どうやって組み立てていくかというのはこれからの課題になっていますね。800年前の平泉全体のただ一つ残っている建物は金色堂、これがただ一つ残っているだけでございます。でこれはもう完全な形で残っております。この初代さん の, その平和に平和って言いますか、非戦って言いますか、そういうものに対する思いとかいろんなその考え方というものは金色堂に、まあ、込められているわけですから、800年前のこの中尊寺が建てられたその理念っていうものは現代の今でも十分にその通用する理念なんですね。でその要するに戦争をしないということがまず第一ということですから、日本のみならず世界の皆さんに知ってもらいたい、まあ、これが中尊寺としての思いですね。中尊寺は、まあ、金色堂に代表されるように建造物あるいは美術工芸品、そういったところにこう皆さんも目が行くわけですけれども、もう一つ大事なことはその平安時代のですね、さまざまなお堂あるいは古学的な、まあ、遺構がですね、地下に埋もれている場所なのだということです。中尊寺の境内すべてが特別史跡に指定されているというのもそういうことの関係。私の寺は浄土式庭という庭園でございますけれども、端的に言いますと日本庭園の原型と言われる日本式の庭園の一番古い形が残されております。日本庭園というのは自然のモチーフにした自然の景観をうまくこう要所要所に取り入れた庭園でございまして、日本庭園の一つのそれが特徴になっております。で端的に言いますと、この池は海にあたります。そして須浜と言われるところは海岸に、の刺す砂場を表しています。そしてこの岩場はですね、やっぱり海岸の有層の風情を表しているわけです。あとで庭園の向こうに槍水という遺跡がありますのでご案内しますが、これは一つ川を表していまして、急流から平野を流れる川がやがて海に注ぐという一つの自然の全体の、流れを表しています。平泉というのはただ単に仏教文化が栄えたということだけではなくて、今から1000年も800年も前にですね、やはり平和ということをですね、原点に考えて仏教を中心にした政治を行った場所ともあります。そういうその精神性の高さというものを平泉はですね、失わずに発信していくと、そしてそういう精神性をバックに持った庭園であり、あるいは建造物であると、そういうところを理解していただくのが非常に大事だと思っております。地域の人たちにしてみると、この大
奥州藤原氏が築いた、まあ、一般的にはあの平泉文化という言い方をしていますけれども、これ非常にこう私たちこの地域で暮らしている人たちにとってこう精神的な支えになるものではあります、まあ、特にですね、京都を中心ということではなくて地方でそういうふうな文化的な一つのピークを見せたということでですね、自負につながるものってあるわけですよね。住んでいる人たちの平泉のそういった構成資産を尊重した町づくりのありようというのはどういうものなのかと、彼らが理想としていたそういったこう世界観というものをですね、現在の町づくりの中にどういうふうに生かしていくかと、まあ、言ってみれば藤原氏はなぜこういう場所をですね、そういう自分たちの拠点にしたのかと、そこにある自然の景観とか地理的な要素というものをもっとですね見える形にしたり、そういった意味でのまあ言ってみればこう個性がもっとこう表出する形でのメリットというのがおそらくこの世界遺産の隠れた部分にあるんだと思うんですね。金色堂や浄土庭園をはじめとする美しさ、芸術的な価値だけではなくて、平和への祈りや自然との調和、そうした理念も世界の皆さんに自分のものにしていただきたいというふうに思っています。